こんにちは、ザスです。今回は奈良の大和西大寺から三重のお伊勢様で向かいます。だいたいこの時朝の、9時15分頃です。これから乗ります伊勢志摩ライナーなんですけども、車内に自販機とか売店などの設備がありませんので、朝ごはんと飲み物などを買って乗り込みました。ありがとうございます。じゃあ8本もう一つぐらい大丈夫、一つぐらいか、なんかまあ。9時45分の電車だったんですけども、この時まだ9時20分手前ぐらい、まだ30分近くあってですね、まあ、ゆっくりすることにしました。こっちがあれなのね。あ、この中の本当の入り口や。え、ナイトから上がってきたの。そう、あっちにコンビニがあったで、今日は株主優待券を買ってどこに行くんでしょうか。奈良に行こうか。もしかしてあれ、だいたい出発の15分前ぐらいになったでしょうか。電光掲示板の方に表示されましたので、一番乗り場の方で向かいます。一番線ってどこやろ。この大和西大寺なんですけども、軌道がですねかなり複雑に交差しているということで、有名な駅でもあります。伊勢志摩ライナーが到着になります。2万3000系で運行しています。色は赤と黄色があるんですけど、今回は黄色での運行になりました。今回乗るサロン席なんですけど、窓が1車両だけ非常にでかくてですね、非常に分かりやすかったです。こちらの車両がですね、1994年からダイヤに組み込まれているんですけども、まだまだ現役といった感じですね。内装はかなり手入れがしてあって綺麗に使ってありました。カーテンがですね、電動で動くんですよ、これ。1回ボタンを押すと上まで上がっていったり、下まで降りていったりします。各席にですね、コンセントなども整備されていてですね、非常に便利に使うことができます。サロン席は基本的に3名以上で専用になるんですけども、今回は2人旅ですので、大人2人と子供1名を予約して専用させていただきました。JR のボックスシートのイメージで撮ったんですけども、非常に席が広くてですね、席でも十分だということが乗ってみて分かりました。席を取るときは皆さんも十分注意してください。大和高田方面は、お乗り換えです。座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。車内は、全室を除き、すべて禁煙です。帰りも、指定席は、参考車の前道にございます。西大寺駅の南側にあります車両基地の付近です。こちらには検査場などあるようで、結構いろいろな車両が止まっていることがあります。あまり見に来られる方も少ないので、今度また外から覗いてみようと思います。で、今回からですね、 GoPro Max を使ってるんですけども、ちょっと魚眼で湾曲してるんでちょっと見にくいかもわかりません。ご容赦ください。で、次回からちょっと何か対策をして撮ろうと思います。ちょっと目が疲れてしまいますが、ご容赦くださいませ。
朝買ったおにぎりとお茶をいただきました。やっぱ鉄道旅にはお茶とおにぎりだなという感じですね。私自身が体がそんな小さい方ではないんですけども、座席に座るとこんな感じで、結構どっしりと、受けてくれるような、シートでした。座り心地は非常に良かったです。本当にリクライニングがなくてもだいぶ傾いてですね、楽に旅をすることができました。で、ヤマト八木に向かっていて、南に向かってるんですけども、もう田園風景がですね、結構広がっていて、もうすぐに田舎の風景が広がります。で、ボックスシートでもですね、足元が結構広くてですね、5%3K とか思い起こさせるような、構造になってます。結構いろんなとこに凝ってあって、空調などの設備もいろんなとこについてまして、調整もできるようになってます。結構今回見ていてですね、支線とか貨物とかの、車庫が、結構至るとこにあってですね、さすが奈良の経済を支えてきただけはあるなという感じはしました。大和八木駅から、東に90度方向転換していきます。かなりスピードも落としてですね、ぐわーっと回り込むように車両が動いていきますので、こちらは面白かったです。魚眼レンズで窓が湾曲している上に、車両が曲がっていっているので、ちょっと変な感じですね。スピードを落としてゆっくりと、歩行を転換していっている状況になります。西大寺から、大和八木までが橿原線、大和八木から三重方面が大阪線になります。大和八木駅もですね、結構複雑に作られているはずですので、見ていて面白いと思います。大和八木駅付近ですね、結構大きめのビルが立ち並んでいて、まあそこそこの街だなということも分かります。なんか面白い公園があんな。大和八木やって、リラックスしています。ここのとこがやっぱボックスシートの良さだと思います。感覚的には半個室のような、感じですね。 7%7 のセミコンパートメントに近いような感じでしょうか。八木駅を出発して桜井駅を通過しています。桜井市はですね、宮そうめんとか柿の葉寿司とかそういう名産があったりします。もう奈良の食文化を代表するような場所になりますね。桜井や、トイレへ向かいました。長距離列車特有の洗面、あと近鉄名物のですね、おしぼりが常備されています。トイレもですね、結構広くて綺麗なトイレがあります。ベビーチェアなんかも用意されてました。最近入るのベビーベッドなんかはちょっと用意されてないようでしたが、もう一つぐらい大きな共用トイレなんかあったりするんでしょうか。
が新しいやつになってました。もともと青だったんですけども、火の鳥が出てから、赤くなって、車両の数も増えてます。でこのおしぼりがですね、結構、しっかりした、紙でできていてですね、使い心地がいいです。でモーターをなってるんですけども、山道を登っていってます。途中ですね、気圧の関係耳が、キンキンしてるんですけども、まあ、標準機なので結構安定して、乗り心地も良、かったです。 JR で九州の特急なんか私よく乗ってたんですけども、こういう山道でもですね結構揺れるんで、なかなか、こういう安定性はなかったです。まあ、それも旅の醍醐味なんで、嫌いではないんですけどね。多分経験ある方は多いと思いますけど、トイレに行ったりするのが大変なんです、あれ。山の中の長谷寺という駅を通過しています。で灰原駅付近になります。宇陀市になります。奈良県ですね。まだずっと、もう駅を通過しようかというところで、お、火の鳥がもう止まってるじゃないかということで、今回の旅行で2回ほど見る機会がありました。まあ、結構本数が多くなってきたので、今後もですね見る機会多いし、今度乗ってみようと思っています。ということはここら辺はもう単線なんやな。正面の座席を撮ってみたんですけども、もうモケットがですね、結構可愛くあしらってあってですね、綺麗な座席になってます。で近鉄の、雑誌というか開放のようなものを持ってきたんでちょっと見ていました。近鉄沿線のですね、食事の情報など、載ってまして、どちらかというとカフェの方が要素が多かったです。私みたいな無計画で飛び出してしまう人にはこういう情報はありがたいです。なかなか無計画でですね、家を飛び出して旅行してしまうとですね、行き当たりばったりでたまに昼ご飯とか食べなかったりしますので、計画は入念に行って行動してください。あんまり情報がなかった。もしかして伊勢の伊勢の本買っときゃよかったな。近鉄のニュース、あー近鉄沿線上のニュースならないや。でもどっちかっていうと、で三重県に入って最初の駅が名張駅になります。結構ですね、大きな駅で主要な場所だというイメージは強いんですけども、まあ結構平べったいとこだなというイメージがつきました。小豆島ってどこにあるの？ナパリなんですけど、結構主要な都市だとは知っているんですけども、来たことがなくてですね、外に出たこともないんで、何があるかもわかんないんで、今度行ってみようと思います。結構神さんがですね、ブドウ狩りの方に、食いついてましたので、ちょっと探して行ってみようと思います。で調べてみたらやっぱブドウが有名みたいなので、ブドウですね。名古屋線は戻り替えです。
伊勢中川駅に着きました。でお隣さんがですね下車しましたので、お隣さんの方を映してみてます。ダブルのシートの方ですね。松坂駅付近になります。ここら辺もですね三重の主要都市の一つになると思います。なんかこもだわる松坂牛の名産ということで知られてますね。で最近はどうなんでしょうか。一度は松坂牛のステーキをお目にかかりたいものです。もうここまで来ればもう伊勢まで近いもんだと思います。結構もう1時間半ぐらい乗ってるんですけども全然疲れることがなかったです。それで物置なんですけども、背もたれの間を利用したスペースをですね、物置にしてました。なんでこんなことをしているかというと網棚をなくしてですね窓を大きくしているんです。これ結構いいアイデアだと思います。ただ全席でこれをやってしまうとですね乗客数が、かなり少なくなってしまうのでやはり網棚を割った方がいいのだと思います。で窓が大きくてモケットの色もですね明るいので、車内がむちゃくちゃ明るく感じません。まあ、ちょっと印象がですね近鉄特急の印象がかなり、変わりました。もうちょっとですね大人で硬派なイメージがあったんですけどものすごくポップで柔らかいイメージが、ありませんか。そうそうですね伊勢市の方へ、到着しますということで、放送がありました。ただですね今回の目的地が伊勢津川、駅ということで、もう少しだけ、乗っていくことができます。伊勢津ってでも大きし高いわけではないよね。いいやつはめちゃくちゃ高いね。あれ伊勢市に到着します。お出口は左側です。バスで乗っていく。
乗車ありがとうございました。伊勢市に到着いたします。伊勢神宮下空へご参拝のお客様はこちらで降りが便利です。お手荷物などお忘れ物ないようご注意ください。近鉄特急をご利用いただきありがとうございました。伊勢市に到着いたします。バス乗って伊勢神宮行くやん。伊勢神宮か下空伊勢市行きがあるから、伊勢市行きのバスに乗って、で、下空に行くんですよ。下空って全然違うとこじゃん。全然違わない。あー、なんかあるな。ここまで行く。で、こっちが内部。おかげをかしら。はい。今日はもう、内部だけとか。下空に白い馬とか乗ったの。そう、覚えてたよ、あまり。実はあまり覚えてないんですよ。行ったのとかって行ったなって記憶はあるんだけどさ、行ったからしてみたら全然記憶のない頃に行ったのちっちゃい。タカちゃん行ったことないから。タカちゃんはない。ご乗車ありがとうございました。伊勢市です。お手荷物などお忘れ物ないようお降りください。ご乗車ありがとうございました。伊勢市です。お手荷物などお忘れ物ないようお降りください。窓の下についてた金物なんですけども、まあスーツさんどうかでもなんだこれということで、ちょっと気になっていたようだったんですけども、もしかしたら雑誌を入れる金物じゃないということで、スッと入れたら結構ぴったりはまったんで、きっとこれだろうということで、決定しました。多分これです。みんなのとこにこれ入れとったんじゃん、最初。めんどくさくなってやめた。でもちょうど雑誌サイズじゃない A4 が入りそうな、ね、そんな感じじゃん。間もなく宇治山田、一瞬にして宇治山田に着いた。お出口は左側です。扉にご注意ください。三重のスーパーエディーズみたいな感じ。お手荷物などお忘れ物ないようご注意ください。宇治山田に到着いたします。あれ何線やろか。ああ JR やん。単線で機動車。あ、そうなんや。ここで交差するで、伊勢市から、歩いて行けるという宇治山田駅の方へ到着しました。この駅もですね、特急が止まる、大きな駅になるんですけども、とにかく伊勢市の駅と、近くでですね、歩いて行けるんですけど、ちょっと面白い関係になります。にしても赤服の広告が多いこと多いこと。おかげ犬サブレ、おかげ犬サブレ、犬サブレ。おかげ犬。おかげ犬。可愛い。ね。柴犬やなあれ。ひげじゃなくて何の砂。なんかあるやろ。首太ない。ね。まっすぐ寸胴やね。目的地のですね、伊勢ヶ駅の近くになります。伊勢神宮の内宮の最寄り駅になるんですけども、今回ここからですね、バスに乗って行こうかと思ってたら、バスがいろいろと運行用の事情でなかなか来なくてですね、結局歩くことになりました。それはまた後ほどの動画で見ていただければいいと思います。実はですね、伊勢津川の駅から、内宮まで、さほど実は遠くなくてですね、歩いても、20分ほどで着いたんじゃないかな。結構この時期ですので、そんなに暑くなくて、いい運動になったぐらいの感じで、済みました。さすがに内宮から下宮まではちょっと、歩こうとは思わなかったんですけども、もし時間がある方なんかは、歩いてみてはいかがでしょうか。夏とか真冬とかはちょっときついかもわからないですけど、秋冬なんかは、だいぶ気持ちいいと思います。
発車します。乗ってきた列車をですね、お見送りするわけなんですけども、非常にですね、古い車両の割にはすごく快適に、乗れました。ちょっと驚きました。これが標準機ということもあるんでしょうか。なかなか面白かったです。ではここからお伊勢さんの方へ向かっていきます。本日はご視聴ありがとうございました。